はい、どうも、声優チャンネルです。今日は芸能フォーカス。声業、芸能野球漂流記という。で、ちょっと今日はお話をしましょう。芸能フォーカス。まあ、芸能人はね、本当にね、野球通の方が私たちの時代は、たくさんいらして、各、まあ、制作事務所、プロダクション、音楽制作事務所、プロダクション、レコード会社、テレビ局、そういった方たちがね、本当に野球が好きな方が多かったんですね。で、私は現役時代も含めて、まあ、しっかり学生時代は9年、高校野球まではやりました。で、この経験がね、いかにね、仕事にプラスになったかというお話。で、まあね、皆さんね、芸能界目指す方とか、それから、まあ、いろんなね、仕事、ビジネスで大切する、そこはね、必ず付き合い、人とのこう人脈とか付き合いというのは、これはね、もうね、絶対 大切なことになります。これはね、いかに自分のそのコミュニケーションができるかということになっていくんですけど、技としてね、やっぱり野球はできたことがね、芸能界を渡り歩く術になったというのは、これはもう否めない事実だったんですよ。で、私はもう18歳、で芸能界入って、で、まあ、制作事務所、いわゆるプロダクション、そこにお世話になった頃からいろんなところで野球をやっていた。ところがね、面白いことにあるチームからあるチームって必ずね、一つのチームでやってると相手チームからね、助っ人という言葉があるんですけど、来てくれないかって誘われるんですね。で、どういうことかというと、他のチームで試合やるときに、うちのチームとやらないで、他のチームと試合やるときとかに、まあ、人数が足りないとか、もしくは補強したいとかって言ったときにですね、ちょっとチームから貸してくれないかっていうんで、助っ人として若いから呼ばれるわけですよ。で、そこで活躍すると、また次へというところでね、転々とするんです。で、私はね、浅井企画という事務所、萩本欽一さんという方、まあ、我々はもう大将というふうにずっと呼んで、親しんでね、尊敬してきた立派な喜劇人、この方が野球が大好きで、もう野球ができるとね、もう可愛がってくれるという、いう思い出があってね。で、萩本さんのところで今度野球やってる。で、そこで今度野球やってて、もう今度ピットインっていう、まあ、六本木にある、六本木と新宿ですね、2店舗あって、この有名なライブハウス、ここのね、ギタリストにね、松木常秀さんという方が、これはもうスタジオミュージシャンではね、トップクラスにいらっしゃったギタリストの方がね、まあ、これが野球好きだったです。ここで相方で試合やってると、もう僕がヒットでね、セカンド行くと、松木さんはショートを守ってられるんですけど、僕はセカンドベース行くと、必ず、お前、ちっこいのお前、いいな、お前、野球やってたな、野球って聞かれるわけです。いや、野球やってました。どこでやってたのお前、東海大三高でやってましたってこう言ってね、いいなぁ、来週来てくれ、来週ですか、来週やるから試合さ、ちょっと助っ人に来てくれなんて話をね、二塁ベース上で話したりとか。で、松木さんに誘われてピットインというチームに入って、やってくうちに入っちゃったんですよ、チームに。で、松木さんはショートをやってたんですけど、ちょっと肩がちょっと衰えてきたから、まあ、俺はセカンド入るんで、まあ、お前ショート入れって言われて、で、松コンビって言われてね、松木さんと前、松林でね、松、一本木が多いんですけど、こうやってね、二遊間を守った思い出があります。まあ、松木さんはね、本当に可愛がってくださって、まあ、日本のね、エリック・ゲイルと言われたギタリストですから、まあ、この方は本当に野球が好きでしたね。野球ができなきゃダメだよって、ミュージシャン、野球できなきゃね、みたいな、そういう人でした。そこ。でね、まあ、どんどん仕事がこう、まあ、今度ピットインでこれ野球やってるとね、今度ね、まあ、またこれも芸能界ではもう、超野球好きで、超、まあ、昭和を飾った歌手の方で、松崎しげるさんという、この方も松なんですよ。この松崎さんという方にもですね、たまたま松というチームを松崎さんやっておられて、まあ、ピットインとよく試合をする。私初めて試合をやった時に、まあ、たまたまショートをやっぱ守ってて、ファインプレーをしたんですよ。で、その時に、まあ、ロッカールームで、松崎さんから、
わあ、ちょっと君、ああ、いいよ、君、お、今日すごいね、どこでやってたって、東海でやってました、東海さんが。そうか、ちょっと今度もうちの助っ人来てくれってこう言われて。ほんで、まあ、ピットインにも入ってるし、まあ、どんどん増えてくるんですよ、そのこと。まあ、とにかくね、午前中は野球で、午後レコーディング。もうこの繰り返しですよ。もうね、それで結局松崎さんのチーム、松ってチームに入って野球。で、まあ、ここでね、まあ、松崎さんのところでいろんな本当にいい経験をさせていただいたのが、やっぱり、たけし軍団というね、ビートたけしさんのチームがあって、今はね、たけしさんは、まあ、ほとんど、ベンチに来られないみたいなんですけど、当時はたけしさんがまだベンチで指揮を取られてまして、たけしさん時々ピッチャーやってましたから、で、たけし軍団と試合をして、で、まあ、たけしさんのところもすごくてですね、まあ、スーパーに足の速いね、井出らっきょさんっていうのが一番にいてね、速いんですよ、これ、とにかく。まあ、とにかくね、井出さんが一番にいる。で、クリーンアップにね、ポップコーンっていうね、その二人、双子のね、お笑い、コンビがいて、これが、浪商出身の野球部だから、バカすか、柵越えのホームラン打つ。もうね、強かったんですよ。ただそこにね、まあ、きちっと、まあ、試合ができるっていう、松崎さんのチームは、ドッとこう、対戦していったりしましたね。だから、西木野明さんのチームとか、伊丹幸男さんのチームとか、よくやりました。特に、たけしさんのところはね、もうね、僕がショートも持ってたり、セカンドも持ってたり、ずっと、たけしさんが、あのちっちゃいところには打つなって、セカンドとショートには打つなってよくね、ベンチで、がなってたのをね、思い出します。まあね、そんなこんなね、まあ野球ができたおかげで、音楽も、タレントの修行も、うまくね、ことが運べた20代頭、制御、野球、芸能漂流記というね、まあ芸能界の中でも僕は芸能と野球っていうキーワードは常に、持ち合わせて、もう何かあると野球ですよ。野球の話で盛り上がっちゃったらもうお友達になったりとか、そういう意味ではね、たくさんいい経験をさせていただきました。まあね、コミュニケーションのすべてはね、やっぱね、その何かこう、自分が持ってる得意なもので、世の中切り開いていければいいんじゃないかな。そのように私は思考していつも動いてます。そういうことでね、制御芸能野球漂流記ということで、今日は芸能フォーカスさせていただきました。野球ってやっぱすごいなって、すくすく、感じます。そういうことで、次回もお楽しみに。制御チャンネルでした。